こんにちは、札幌占い美容院相馬勝の後藤です。今回はまずですね、ここがへこんですね、ここがへこんでしまって、本当はこう一体感を出したいんですけど、なぜかここが1回ワンクッション置いてここが張ってしまうみたいな感じになります。そして下があるみたいな感じになるんで、もうちょっとスッと入っていきたいという希望と、あとカラーが毛先のブリーチが、今ここをブリーチしてるんですけど、ちょっと一回暗くしたいということで暗くして、それに、メッシュを同時進行やっていく時短技をちょっと今日はやりたいと思うので、これができるようになったら、雑誌に出ているグレージュのカラーとかがすげえ簡単にですね、しかも短時間でできるようになる方法なので、かなりおすすめかなと思います。単価アップだったりとかにもすごい使える方法なので、かなり楽ですし、髪のダメージも抑えながら、お客さんのまあ理想の部分に近づけるんではないかなっていうふうに思うんで、それを今日やりたいと思います。はい、でこちら、今ここが、張ってるんですよね。でここがくびれてる、そして、毛先がこうある状態になってて、なんでなのかなっていうと、ここで使えるのがフェイクセニングです。でこちらは一般公開しない動画なので、はい、でテイクセニングは限定動画でしかやってませんので、ちょっと今回のテイクセニングの方法としてはちょっと見てみたいと思います。でテイクセニングやる場合にちょっとクリームとかを手に塗っといた方がっていうような感じで、今このカットの説明を終わりたいと思います。まずこの時短カラーの時短メッシュカラーでこのグレージュの方法なんですけれども、至って普通です。まず使うのがこちら、アディクシーのすごい分かりやすい調合に今日はしました。エメラルドの3を1、サファイアの3を1、シルバーの3を1、1対1対1だけです。それに、キサンタンガムでちょっと薄めてますね。はい、で、2剤は化成を使ってますけど、キサンタンでちょっと粘土出して薄めて塗りやすくしてます。でこちらはブリーチ剤です。はい、ブリーチ剤ファイバーフレックス入れて、ダメージちょっと弱くして、さらに今ちょっとあるものを入れてます。リフト力パワーアップするためですね、それを入れてます。でじゃあどういうふうに使っていくのかっていうのは超簡単です。もう毛先まで一発で塗っちゃいます、このまま。で、と思ったんですけど、毛先がでも結構取り消してるからな、いや毛先まで塗っちゃいます。で、まあ、時間差でちょっと塗るんですけど、毛先までとりあえず塗るんですが、まあ、中間ぐらいまで一回押さえて、そこからちょっと後で伸ばしていってって感じにしましょう。はい、塗ります。ハケで今日は塗っていきますね。はい、ちょっと北海道の冬は寒いので冷たいかもしれない。大丈夫ですか。ちなみにこれ3トン3トン3トンなんで、結構顔周りとか気をつけないとやばいです。僕この間お客さんで、なんか汗かわかんないですけど、なんかこの薬が垂れてたみたいで顎染まっちゃったんですよ。ちょっと垂れたら言ってくださいね。顎染まったってもまあ取れるけど結構肌白い方だったら色つきやすいんで、なんでまあ極端に攻めなくてもいいかなって僕は思います。白髪染めみたいに極端にハイヤーからがっちりやりすぎるとそこ黒くなっちゃうんで、結構気をつけた方がいいです。まあ、白髪染めみたいに真っ黒い色ではしてないんですけど、なるべくまあ、ナチュラルに塗るっていう感じで楽な感じでいいんじゃないかなと思います。ファッションなんで、ファッションカラーなんでね、このぐらいの感じで楽に塗って、でもこの辺どうせ黒いですから、あんまり塗ってもあんまり、このぐらいの緩さでやった方がいいです。がっちりやると本当にもみあげのとこ黒くなったりとかして
あとですっごいめんどくさくなって仕事が増えてそこで時間ロスするんで、そういうのなくした方がいいです。なのでなるべく簡単に楽にやっていくのがいいです。でこれはもうブリーチも入れてますから単価としても結構取れるかと思いますんで、メニューとしては結構やりやすいメニューなのかなって思いますね。皆さんのサロンでもできますし、僕勝手に一人喋って気持ち悪いですよね。大丈夫ですか？皆さんにお願いがちょっとあるんですけれども、毎回お願いしてるんですが、1万人登録者行きたいのであとちょっとなんですよね。なので皆さん、とりあえず登録しないでよ見てる方もいらっしゃると思うので、見てる方はどうにか登録ボタンをちょっと押してください。そしたらもっとモチベーション上がっていい情報が発信絶対できるんで、皆さんよろしくお願いします。誰か、シェアとかしていただいたら非常にありがたいので、どうしてもちょっと一般のお客さん見ても分かんない内容の部分もあると思うんですけど、一般の人向けにもちょっとこれから配信していこうっていうのもあるので、ぜひちょっとお願いします。で、キサンタンガム入れてるんでね、非常に塗りやすいかなっていう感じですね。粘り気がちょっと増して、で、リフトする必要ないので加水はめちゃくちゃ弱くしてます。アッシュとかしっかり、色が濃いんで加水弱くてもいけるかなと思います。無理に強くする必要は、色が強くした方が綺麗に入りますけど傷むので、そっちの方、あとアルカリキャンセルとかいろいろあるので、そういうのを使ってやっていっていただいてもいいのかなって気はします、ね。で今もう中間まで塗りましたので、結構塗り漏れとかあるとそこがあんまり黒くならなかったりとかするんで、結構黒くする場合は気をつけてやった方がいいかなと思いますね。あと手でこうなじましていったりとかして、実際に均等に塗れてるのかなっていうところを確認していきます。こういう感じですね、はい。こういうふうに薬を全体になじませていきます。こんな感じです。で、とりあえず塗れましたら、今度毛先ですね。で、この毛先をどうやって塗るかっていうと、もう手でいっちゃいます。こんな感じで、手で塗る。こういう感じですね。手でもう塗っちゃいます。もう塗れればいいんですよ。もう究極を言えば、綺麗に塗れてればもうそれでやり方はどうでもいいので、あと早くとか。ダメージなくとかですね、こんな感じにまずつけました。そしたら、毛先から根元からコーミングを、していって、しっかりついてるかっていうのを見ていきます。で、このネープの方から、いつも使ってるコームなんですけども、このコームを使ってしっかり馴染んでますかねっていうことを確認していきます。はい。で、ここでしっかりコーミングします。で、あとパートですね、モデルさんの分け目をここでしっかり、今回のやりたい分け目の場所をちょっと想定してやっていかないと、次このままメッシュ入れますので、ちょっと後で問題が出ます。なので、後ろはいいんですけど、分け目ってこのちょっと右で左側でいいですか？はい、はい、これじゃあちょっと最初の段階で分け目しっかりつけておかないと後でちょっと分かんなくなっちゃうので、最初に分け目をつけておいてください。はい。で、コームを通しながら指で、はい、指の腹でちょっとこうやって揉んでいく感じにするとより綺麗に塗れます。で、ここは、オールバックだとメッシュ入れづらいんで、今度サイドに変えますね。はい、サイドは横に変えて、で指でまたちょっとこうやってなじませながら、でこうやりながらも次のメッシュを入れる時のブロッキングをこの時に取るぐらいにしといた方がより時短になります。後でまた取るよりもここでもうここで入れようっていうのを決めておけばそれこそ時短になるので、それぐらいやってもいいかなと思いますね。
はい、で今度反対側をやっていきます。はい、ではブリーチを入れていくんですけれども、今塗り終わった状態で全体塗ってます。はい、でこのままブリーチを入れる感じですね。はい、